今日、破産法違反の疑いで逮捕されたのは大阪府高槻市の運送会社グッドビリーブの社長小野義信容疑者と取締役関康彦容疑者です小野容疑者と関容疑者はおととし経営するグッドビリーブが破産手続きをする前に会社の資産およそ1800万円を隠した疑いが持たれています

厳ししいい刑事罰を課しています今ある資産を債権者に分配することで払いきれない借金を帳消しにする破産手続きは何よりも公平さが求められ破産者破産法人が得をすることは許されないのです容疑者2人は逮捕される前関西テレビの取材に対しこう話していました。 財産各地の疑惑があるんですけども、これは事実でしょうかいや、違います、そこでと思ってなかった上で、お金を、まあ、やっぱあのいろんなものに動かしたりとかあのとあの、決して自分の中に入れようとしたんではな,、うん、なくて、グッドビルーの金と私も思ってないですから、新しい会社のお金と思ってました。 財産確証を当時は持ってなかったので60億円近い借金を踏み倒して刑事事件に発展した中堅企業の倒産劇その当事者が語った背景と「我が身よければ」の思惑とは僕は僕なりの制裁受けてあの時の僕とはもう全く違う人生を生きてるんでできればみんな これもらえないけどこう話すのは今日破産法違反の疑いで逮捕された小野義信容疑者事件の舞台となったのは小野容疑者が社長を務め全国にビジネスを展開していた中堅の運送会社グッド・ビリーブ。 ピーク時の年間売上高は100億円を超えていたものの経営はうまくいかず赤字続きで銀行融資の返済が滞るようにそんな中小野容疑者はおととし8月大阪地方裁判所へ会社の破産手続きを申し立てました破産すると債務が帳消しになる代わりに会社が保有する財産を全て差し出し 債権者に等しく分配するのが大原則ですそんな大原則を無視するような資産隠し手口はというとまずグッドビリーブの金を関容疑者が経営する別の会社に送りこの会社が事情を知らない第三者の運送会社を通して小野容疑者が実質的に経営するまた別の会社との間に 架空の取引をでっち上げますこの架空取引の支払いについて最終的に小野容疑者の会社に支払われる際現金で受け取ることで金の流れをうやむやにして隠したのですそして隠した資産は2人が設立した会社で新しい事業を立ち上げるのに使っていました自分たちだけが再出発を図ろうとしていたのです 関西テレビの取材に対し小野容疑者は何を語るのか財産隠しというか隠してないですよ。電池はお金も持ってないし、まあ、見ての通りそんなに高級なものを身につけてないですし当時はもうなんかぐちゃぐちゃすぎてもう何かわからなかったですねまあ正直いろんなことが起こりすぎて 自分たちどうにもならなかったそうかねってのもその当時は経営が悪化した混乱状態の中のことで隠すつもりはなかったと主張金融機関などからの借金を少しでも減らすことにより自分たちだけがやり直すことを優先させた浅はかなたらみについてはその時まだ会社が本当に破産するなんていうこと決まってなかった時。 まあ現実、起こった時も決まってたのかもしれないですけれども僕にしたら最後のギリギリまでで手があると思ってたんで資産隠しは破産申し立ての直前にもかかわらず破産を避ける道があったかのような言い訳小野容疑者に手を貸した関容疑者は破産法の詐欺破産に当たるという認識はありましたか 当時はなかったです当時は私も自分も、えー、ダメな話と思ってなかったんですけど、まあ、小野が用意したお金で自分が仕事を、まあ、事業を回すというスキームだったのでまあ政府だと思ってたんですけどグッドビリーブの資産だとは知らなかったというものの関容疑者も役員だったはず。結果的に グッドビリーブの資産を調査していた破産犯罪人に資産隠しが暴かれ、二人は今日逮捕されました。警察は二人が容疑を認めたかどうかについて明らかにしていませんが、他にも財産を隠していないか、余罪についても捜査しています。グッドビリーブが抱える負債60億円近くは、いまだに返済のめどが立っていません。 ニュースランナー。